はい、どうもこんにちは、クレイディスプロ野球 VS やっていきましょう。というわけで今回こちら、はい、というわけで本日ですね、2017チーム MVP ということで、まあ、第1弾の方でね、外野手が来ていたと思うんですけれども、そちらの第2弾先発編ということで、スレアのね12名の選手が追加となりましたと。で、まあ、前回も外野手の部分で出ていましたが、2017年それぞれのチームで一番活躍した先発ピッチャーということで、選ばれし22名の選手が追加となりましたという形でございます。はい。で、まあ、イベントとか、あと、まあ、ボックスとか、まあ、いろいろ来ておりますが、まあ、そちらに関してもまたね、この動画の最後にお話しできればいいかなというふうに思っております。まあ、ちょっともし動画長くなりそうだったら動画分けたいなというふうに思います。はい。今のところこれが第3弾まで来てるのかな。で、ログインボーナスももう来てっていう感じになりますね。はい。まあ、日本シリーズも明日からですのでね、まあ、ちょっとこの動画いつ上がってるか分かりませんが、これ撮影してるのは、更新日、金曜日ですね。はい。ということで、まずですね、今回ラインナップから見ていきましょうか。はい。じゃあスカウトの方行きましょう。まずオリックスからですかね。ちょっと順番おかしいですが、金子千尋選手ですね。はい。オリックス金子千尋選手。オリックスの金子選手めちゃめちゃ強いですね。まあ、オールスターのね、金子選手持ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、通常バージョンのね、スレアの配置がないので、うん。非常に、まあ、そこで手に入れられなかった方とかすると、まあ、非常に欲しい選手になるかなというふうに思います。まあ、持ってる方からしてもね、覚醒できるので、うん。まあ、いいのかなというふうに思います。はい、チェンジアップ B っていうのは非常に強いかなと思いますね。で、4球種持っていて、制球も B で150キロ近い速球持ちというところでございます。で、第2球種もね、出てますね。はい、次。阪神秋山選手ですね。こちら本当に制球が魅力の選手ですね。コントロール A。はい。で、変化球も4球種持っているというところが非常に魅力かなと思います。で、西武、菊池雄星選手ですね。こちらも今シーズン素晴らしい成績残したピッチャーですね。で、まあ、4球種持ちの158キロというところが非常に大きいかなと思います。はい。中日が大野選手でしたね。大野選手に関しては通常バージョン A ランクしか出てないと思いますので、まあ、そこがね初めてねSレアとしては登場となりましたというところでございます。3球種ですが、まあまあ球も速いですしね、それぞれバランスいいので、まあ、使い勝手いいのかなというふうに思いますね。で、ソフトバンク東浜選手ですね、こちら本当に今シーズン活躍した選手の一人でございます。もう早くも2017シーズン成績出てますね。16勝素晴らしい成績でございます。で、第2球種も持ってますよと。高速シンカー B っていうところはね、まあ、同じアジア大学の山崎康明投手と、まあ、同じ感じになるのかなというふうに思いますね。進化強いピッチャーでございます。で、楽天、則本選手ですね。こちらも通常バージョンめちゃめちゃ強いんですが、第2球種まであるというところでございます。かなり強化されてますね。巨人が田口選手ですね。A レアだけね、出てる状態ではあるんですが、A でもね、かなり強かったので、そのSレアということで非常に強くなっております。はい。で、日ハムが高梨選手ですね。まあ、ちょっと見劣りする能力になってしまいますが、まあ、ちょっと2桁勝ってないというところとかも含めると、ちょっと他球団に比べて見劣りがしますが、うん、まあまあ悪くはないかなと思いますね。はい。で、ロッテが二木選手ですね。制球時球 BB の150キロ近い速球と。で、まあ、フォークも B あるとよっていうところですね。はい。で、次、広島矢蓋選手ですね。こちらも15勝ということで、ね、非常に今シーズン、まあ、計算以上の成績を残した選手なのかなというふうに思いますね。まあ、制球がちょっと D で低いんですが、まあ、ツーシーム B あるので非常に強いかなというふうに思いますね。156キロの魅力ですね。はい。で、ヤクルト原樹里投手ですね。まあ、ちょっと3勝っていう成績の部分とかも含めて、ちょっとは能力的にも、まあ、でも4球種あるのは非常にいいのかなと思います。150キロ近い速球を持っておりますと。で、最後かな。DeNA が今永選手でございます。まあ、個人的にこれはめちゃめちゃ欲しいです。はい。純正というか、まあ、横浜でね、できるだけちょっと集めたいなというものはありますので、うん、チェンジアップ B は結構効くんじゃないかなと思います。はい。まあ、そんな感じで、12名追加となりましたが、まあ、今回の狙いはそうですね、まあ、一番は、まあ、今永選手はちょっと別枠としてほしいんですが、うん、まあ、金子選手、秋山選手、菊池選手、あと、まあ、でも、まあ、ほぼみんな欲しいですね、正直。誰が当たってくれても嬉しいというところであるので、まあ、MVP の投手引ければ OK かなというところでございます。期間中1回限りのこのメガボックス上げていきましょう。はい。この MVP が追加になるときは毎回メガボックスが来そうですね。はい。まあ、なかなかちょっと、ジュエルがどんどん溶けていきますが、まあ、このメガボックス上げていきましょう。ただ、まあ、ピッチャーに関しては本当に何枚当たってくれても嬉しいと思いますので、今回引くって方も多いんじゃないですかね。さあ、先発メガボックス行きましょう。最後が限定パック。うわー、ブラックだ。うわー、そうか。まあ、このパターンもあるんですよね。ただ途中で MVP の投手が引ければ、まあ OK としましょう。山中選手よく出るな。はい。
プレゼントボックスの方に多分3枚か4枚ぐらい保ってると思うんですね、山岡選手に関しては。アイゴールド2パック目はオール B。 さあ3パック目いきましょう。ん、金ある。ゴールドの金率が本当になんかこのボックスの時は非常にいいと思うんですよね。はい、ビシエド選手。さあ4パック目いきましょう。お、また金来た。さあそろそろです。丸選手の絵、外野手の MVP の丸選手の絵は非常に強かったですね。ハイゴールド5パック目金。あー、ちょっとここまで厳しいですね、なかなか。はい、最近昇格演出もなかなか見てないのでちょっと厳しい結果が続いてますね。お、ゴールブラックから金2枚、東山選手の B。 S。 あー、厳しいですね、ここまでだいぶ厳しい。さあこの期間限定パックから S をお願いいたします。 S が出れば MVP。 はい、あー、田畑選手もよく出るんですね、本当によく出る。わー、金1枚。あー、 S。 あー、厳しいなこれ。さあ MVP パックはラストいきましょう。これですでないとだいぶしんどいな。お願いします。いやー、厳しいですね。ラスト1枚ブラックパックいきましょう、確定。しかも金1枚、これでもまあ MVP 出る可能性ありますから、いきましょう。はい、持ってる三馬選手、まあ、先発は出ましたけど、まあ持ってるんだな。いや、厳しいな、今回のボックス厳しかったですね。メガボックス、これが爆死というものでございます。まあ持ってる S で、まあでも先発は何枚あってもいいとはいえ、厳しい結果でしたね。ということで、まあ、今回先発のメガボックス非効果考えている方、この結果をご覧になって、お考えいただければというふうに思いますが、まあでも今回非常に運が悪かった方なのかなと思います。まあでもメガボックスに関してはね、まあ600ジュエル普通のボックス3回買うよりは、まあ安いというかジュエルは少なくて済んでいるので、まあその点は良心的なのかなとは思いますかね。はい、いやでも MVP の先発欲しかったなっていうところですね。というのも今のイベントですね、新しく来たイベントなんですけれども、こちら12球団最強決定戦みたいな感じで、今日本シリーズにね、かけたイベントが来ておりまして、まあ、これね、何にしてとりあえずまず勝つことが前提になってくるので、そうなった時にね、今その MVP の先発のスキルっていうのが非常に欲しかったので、1枚でもいいからね引き当てたかったんですが、残念ながらちょっと今回は MVP を引けずという結果でございましたというところでございます。まあメガボックス開けたからといって、まあ MVP は簡単に出ませんというところでございましたというところでございます。いやー、悔しいなー。まあもしかしたらちょっと先発に関しては欲しいピッチャーが多いので、まあ追加で普通の通常のカードボックス回す可能性もありますが、まあでももうちょっとなんか豪華な気もしてたんですが、なんか MVP 外野手の方がかっこよかったなっていう気もするんですよね、写真が。っていうところもちょっとあって、まあまあでも強いところに変わりはないんでね、欲しいっちゃ欲しいなというところですね。まあ、先発ピッチャーでもまあだいぶ揃ってきたので、まあそうか、まあそんなに深追いしなくてもいいのかな。まあ、S もだいぶ増えてきましたしね。はい、まあ、ちょっとイベントの方も引き続き頑張っていきたいなと思っておりますが、外野手の MVP 当てた2選手、結局オーダーで使ってます。はい、長野選手もまあライトをメインの適正の選手持ってなかったし、早球もいいしっていうところ で結構まあ打ちやすかったんですよね、個人的には。打ちやすいなと思ったんで糸井選手と入れ替えて使ってますが、まあ、このおかげでダイソー要員が3人っていう感じで、まあ、結構いろいろオーダーの幅が広がったかなっていう感じです。まあ、糸井選手に関しては代打でもいいしっていう感じですね。はい、まあ、そんな感じで引き続きね、プロ野球VS の方もちょっとここ1週間2週間ぐらいなかなか手がつけられない日もあるんですが、まあ、引き続きちょっとね、この間のサザンナインも含めてモチベーションが上がってきているのでね、引き続き頑張っていきたいと思います。はい、まあそんなところで今回は
こちらですね、先発 MVP 通過になりましたメガボックスの方を一気にね、ワンボックス開封したという動画でございましたが、まあ、しかしね MVP は引き当てられずということで悔しい結果でしたが、まあ、ぜひともね、まあ、このメガボックス引いた方が結構いるのかな、どうなのかちょっと分かりませんが、まあ、ぜひとも、引いた方はコメントで結果を教えていただけると嬉しいです。これからもねプロ野球バスの動画楽しみだよ、ガンガンやってくれという方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回のプロ野球バスの動画生放送でお会いいたしましょう。さよなら。